アイテム番号、SCP-1733。オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル、SCP-1733 を含む DVR は、サイトの安全なビデオ保管庫に保存されています。現在研究目的以外での SCP-1733 の再生は禁止されています。SCP-1733 の研究の際は、ゲイラ、博士に必ず許可を申請してください。説明。SCP-1733 は、2010年10月26日に、マサチューセッツ州ボストンにある TD ガーデンにて行われた。ボストン、セルティックスとマイアミ、ヒートの NBA2010-2011 シーズン開幕戦のデジタル録画です。レイ、アランとクリス、ボッシュの間に起きた第3クォーターのテクニカルファールが実際にはなかったという不満を、ボストンの住民が Facebook のスレッドに10月27日に書き込んだとき、ソーシャルネットワークサイトを監視していたエージェントは SCP-1733 の実異次様な性質に注意を引かれました。この時は自身の抽象によって起こった混乱に対し、録画の適切な部分をアップロードしました。Facebook のモデレーターチームに潜り込んだ財団のエージェントにより、該当スレッドは削除され、の IP アドレスを入手、居住場所を月止め A クラス記憶処理を施しました。SCP-1733 を含むモトローラ製 DVR は研究のため回収されました。財団研究員による広範な調査によって、録画の持つ変則的な特性が明らかになりました。オリジナル放送とのズレは最初は無視できるほど小さい、クォーターごとの得点合計やファールの状況など、ですが、SCP-1733 は次第に以前の記録から著しく逸脱し始めます。記録された実態は前のプレイの記憶を断片的に保持し、それ自体が彼らの実在を急速に発達させました。再生は SCP-1733 に存在する実態たちに定量化できないほどの認識を与え、観客と選手に多大なる苦悩と混乱をプレイの真中与え続けているのだと仮定されました。この効果は累積的で、またアリーナ内にいる全ての人に効果があります。どれだけ認識しているかは、直前の再生による地下直感像記憶からもたらされる印域視感についての、実況と解説のマイクとトミーの報告発言からわかります。しかしながら注意しておくと、SCP-1733 の内部の実態が視聴者に話しかけることはなく、彼らはデジタル録画の住人であることがわかります。記録の中の個々人は、コート上の癖や振る舞い、才能などは現実の彼らと事実上区別はつきません。監修の中のファンたちもまた、あらゆる点で人間として機能しているように見えます。彼らの現在を財団は調査しましたが、特筆すべき点は一切見られませんでした。いかなる点を鑑みても、記録の中の実態は、デジタル媒体に留まっていることを除けば、ただの実在の人物に見えます。TD ガーデンは、2010年10月26日の収容人数を人と記録しています。当初、SCP-1733 の目的は、選手たちが全ての再生時間において攻撃と防御の戦略を変更することができ、それによって試合結果が無限に存在し得たことを表すことだと考えられていました。再生34では、選手とコーチは敵チームの戦略に機敏に対応し、第1クォーターの3分34秒まで0-0のまま競り合いました。まだ初期の反復段階だったためか、記憶の品質がまだ弱く、漠然と現れる前回の再生の記憶では緊急状況の全容を把握できずに、選手、ファン及びチーム全員に感じられた曖昧な直感として認識されました。しかし再生45では、選手が試合を完全に放棄し、出席していた全員が一箇所に集まり脱出計画を練るという点に、彼らの窮地に対する理解は行き着きました。SCP-1733 の住民は閉じ込められていて、いかなる方法をもってしても脱出できないというのが財団の研究者の結論です。アリーナの外へと繋がるドアは、推定、N を上回る力に屈しませんでした。彼らはロッカールームやプレイヤー施設、スカイボックスから出ることもできませんでした。また、第1クォーターの開始前に、台本で指定されたタイミングで到着している後援者を待つこともまた、不成功でした。後援者が入ってきたところからここに逃げ出しますが、メイン、アリーナに隣接する通路から脱出できずに終わります。脱出の試みはだんだんと暴動気味になっていき、間に合わせの爆薬製造の失敗、3つの対立する派閥への分裂を経て、再生、では彼らを閉じ込めた何者かをなだめることを期待して、
儀式殺人や選手たちへの腹先の刑を行うまでに至ります。部分的な時系列記録1参照。しかし、新しい再生が始まると、即座に全ての人はゲーム開始前に無傷で戻ります。研究者たちは SCP-1733 の効果を他の DVR に複製することができず、デバイスが SCP-1733 の異常な性質のもとではないことを確認しました。SCP-1733 の内部の住民へ与えられる苦悩のために、実験は無期限に停止されました。再生番号注目すべき動向。再生に録画された放送からの最初の逸脱。TD ガーデンの監修は入り口でマイアミ、ヒートをブーイングする。マイアミ、ヒートの前衛レブロン、ジェームズは監修が睨みづけていたと指摘し、軽蔑するように頭を振った。再生158度の連続したポゼッションの結果0、0のまま。施設の HD スコアボード画面に得点が表示されるとき、ファンは極度に落ち着いているように見える。セルティックスのパワーフォワードのグレン・デイビスは、オリジナルの放送中には実現できなかった、第4クォーター後半のレブロン・ジェームズによるシュートをブロックすることに成功し、セルティックスのリードを確保した。解説者は、攻め手偏重のビッグスリー位置による猛烈なボールさばき、にもかかわらない、グレン・デイビスのコート全体にわたる好プレーの前進を称賛した。以前に行われた試合についての気づきがわずかではあるが形成され始めている。再生26初めてマイアミ、ヒートが勝利、スコアは112、85。観衆は攻撃的になり、卑猥な言葉を叫んで、食べ物をセルティックスへ投げつける。解説者のトム、ヘインソーンは観衆の失望に理解を示し、マイアミ、ヒートのオフェンスの謎が開かれた、と発言した後、セルティックスのコーチングスタッフの独りよがりを批判した。これはマイアミの、ビッグ、3、にとってもシーズン最初の試合だったため、1試合のみの不慣れなオフェンス相手では、いかなるコーチング担当者であってもうまく調整できる見込みはなかったであろう。再生27ヒートが壮大な入場を行っている中、解説者のマイクとトミーはその光景に既視感を感じることについて触れた。監修は鍵となるセルティックスのプレイ中は落ち着いている。セルティックスの勝利が明白になると、トム、ヘインソーンは、セルティックスは長い道のりを踏破し、ファンたちの心を取り戻した。と駆り立てられるように発言した。マイク、ゴーマンから詳細な解説を求められた時、ヘインソーンはチームが償うべき恥辱を抱えていたように思うとだけ返答したものの、さらに踏み込んだ言及はできなかった。再生44秒チームは右も左もわからず混乱し出している。試合は中断。シーズン開幕戦を複数回やった夢を、前夜に見たと確信している複数の選手たちの精神評価に、時間の大部分を費やされている。チームスタッフから状況を知らされた時、解説者のマイクとトミーも同様の意見を主張した。監修もまた悩まされている。録画は、コートサイドの記者が彼らの夢について監修にインタビューするところで終わる。再生45選手は試合を放棄。カメラマン、施設職員、選手、解説者、そして監修は状況確認のためコートに集まる。全員が、自分たちが同じ試合を追体験していることを確信。ドアを開けようとするが微動だにしない。監修がドアを開けるための手こ状の武器を形作ろうとしたところで再生は終了。カメラの最終段階はカメラクルーによって操作されている。以下すべての再生は、ただ一つの放送カメラのショットを通してのものである。再生51建物を出る試みは成功していない。アリーナと隣接する地域のすべての出口は封じられたまま。バルコニーセクション318にて、酔っ払った大学生の男性とその1学年上の男性との間で激しい口論が発生、一人の男性が床に叩きつけられ昏倒する。放送カメラはアリーナの反対側にあるため声が聞き取れないが、脱出計画への援助の拒否から起こった論争か、初めて記録された暴力事件。再生52前の再生で昏倒した男は、現在の再生で無傷で以前の状態に戻された。男は34分12秒に彼を攻撃したうちの一人を撲殺した。再生55その週に行われているイベント、施設外の彼らの家族や友人たちを思い出すことができるまでに、監修の認識進化は進行した。救援のために外部へ連絡を取ろうとする試みは失敗する。再生65監修は外に出られない。彼らは以下のグループと、会派、に分裂した。選手、コーチ、そしてチーム関係者全員が映像の範囲外のプレイヤー施設に立てこもった。
虚弱な者と子供同伴の親たちは、バルコニー事業法の北東部に退き、セクション320にかけられたセルティックスの優勝旗を彼らの領域の目印とし、再生が終わるのを待つことに決めた。以降、信仰の番人、と呼ばれる、人の集団は、自分たちが TD ガーデンに閉じ込められたことは奔放な消費主義に走ったことへの罰であると信じる複雑な会派へと改宗し、過去4度の再生において、携帯電話、車のキー、ハンドバッグや財布を、供物、としてセンターコートで燃やした。グループは信仰に厚いボストン住民で構成され、編集済み。しかしながら、主要な、人の大人たちは脱出計画を練ることに熱心なままである。再生73、信仰の番人、は先の再生、ドアを即席の爆弾で爆破しようとして大人3人が重傷を負った、の記憶から数を増している。ドアにダメージは見当たらない。再生95セックスと暴力の凶楽的な展開は、回収者たちの努力を十分に抑制している。セクション320の人々の主張によって、間に合わせのカーテンが乱行パーティーが繰り広げられている特別席8番を覆うように吊るされた。再生112状況は大幅に悪化している。人が再生112の開始10分でバルコニーから飛び降りる。再生、信仰の番人、はポール、ピアスとレブロン、ジェームズを奪い取るために、プレイヤー施設へと突入。選手たちは、個人資産を燃やして作られた輪の中で儀礼的に腹を裂かれ内臓を取り出される。そして彼らの切断された頭部は、コートの反対側のバスケットゴールに置かれる。映像は施設の、ジャンボトロン、に映し出される。選手たちへの殺人は、彼らの苦境に対し何ら影響を及ぼさない。再生、回収者たちは、子供の生贄を要求し始めている。グループ320と、信仰の番人、の間に壁が作られる。再生、アリーナの照明が深い赤色へと逸脱した最初の記録。データ削除済み。